よし、これ90キロね、これベンチプレス。よし、よし。よし。よし。はい、どうもこんにちは。お久しぶりです。筋トレ動画をね、しばらく上げてなかったんで、いろんな人にね、筋トレ動画久々に上げてくださいって言われたんでね、今日久々に上げたわけなんですけど、まあ、さっきもね見ていただいた通り、さっきはベンチプレス90キロでね8レップ、やれました。うん。で、最近ね、見ての通りね、ちょっと体でかくなったでしょ？これなんでかっていうと、2ヶ月半ぐらい前に動画上げたんだけど、当時、横川理論と山本理論、どっちがいいかって、なんかネット上で争ってたじゃないですか。で、あれをきっかけにね、僕、2ヶ月半ぐらい前からね、もうかなりね、セット数を増やしたんですよ。っていうのはね、もともと僕、YouTube だとね、どっちかっていうと北島先生推しだったんですよ。昔って北島先生の動画と、あと加トちゃんとサイヤマンさんとかね、あんまり筋トレ動画ってなかったんですよ。で、北島先生にめちゃくちゃハマってて、で、北島先生って神の7秒理論って言って、1日のね筋トレの時にチャンスは一度だけだと。で、7秒間のチャンスの間にバーンバーンとデッドゾーンを超えて限界を一度超えるのが大事なんだって。で、あんまり長くやるのは重要じゃない、あんまり長時間筋トレするとかえって筋肉ちっちゃくなっちゃうよって。それは速筋繊維じゃなくて遅筋繊維を鍛えるから、短時間でコンパクトに終わらせるのが重要なんだって、長くやると逆にちっちゃくなるんだって言ってたので、それを頭に入れてずっと筋トレやってたんですよね。なのでだいたいね、ジムに週に2回行って、まあ、40分ぐらいで終わらせてたんですよ。まあ上半身下半身2分割とか、あと全身全身とかやったり、あとまあ自宅でね、まあ一応一通り筋トレね、フリーウェイトできるんで、ちょこちょこやったりとかって、その程度で本当に短時間でね、コンパクトに終わらせてたんですよ。それをね、まあ数年間続けてたんですけど、まあ正直ね、あんまりでかくならなかったんですよ。まあそれ多分、北島先生が悪いんじゃなくて、僕の聞かせ方が悪いんだと思うんですけど、まあとにかくね、あんまりでかくならなくて、もう頭打ちになってちゃったの。まあ、プラトーってやつ、もう伸びなかったんですよね。なので自分はもう才能ないって半分諦めてて、じゃあどうしようと思って、だったらなるべく少ない筋トレの量で今のその痩せマッチョの体をね、維持しようって思ったんですよ。なのでもっとセット数減らすぐらいでやってたんだけど、で、その2ヶ月半ぐらい前にそのネット上で何ですか、横川理論と山本理論どっちが正しいのかって。で、どっちかっていうと山本先生って昔から北島先生と仲良かったってこともあって、まあ、101理論って言って、どっちかっていうと長時間やるっていうよりかは、まあ、コンパクトに短時間で抑えるって感じだったじゃないですか。で、横川選手の横川理論っていうのが本人が提唱してるわけじゃなくて、その一人歩きしてる言葉なんだけど、まあ、横川選手っていうのは結構長時間かなりのセット数やるんですよね。その背中だけで30セットとかも長時間すごく追い込む、で最後もドロップセットでひたすら追い込むっていう感じで、なのででもサイヤさんはそれをやったらすごくでかくなったっておっしゃってて、僕もう最後の最後のチャンスで、もう最後にでかくなるチャンスだと思って、ちょっとね、そのセット数思いっきり増やしてやろうって心がけたんですよ。だいたいね2時間半ぐらい2ヶ月半ぐらい前から。で、かといってその横川選手ほどのボリュームじゃなくて、まあ、プチ横川理論っていうか、まあ、ミキア理論ですよ。ミキア理論で、まあ、今までよりも
筋トレの量を大体2倍か3倍ぐらいに増やしたんですよ。で、週に2回は必ずジム行くようにして、その時はね、今まで、まあ、45分ぐらいで終わらせてたのをもう90分ぐらいやるようにしたんですよ。しっかり部位をね追い込んで90分ぐらいでトータルでまあ30セットぐらいやるようにして、それ週2回と、あとは家でこのホームジムとかで、まあ、大体1種目とか2種目ぐらい、まあ、それぞれまあ5セットずつとか、計10セットとか、まあ、5セットで終わらせたりとか、まあ、ベンチプレスだけの日とか、懸垂だけの日とか、スクワットだけとか、あとアームカールとサイドレイジの日とかって感じで、だいたい毎日やるようにしてて、でだいたいね、各部位週に2回やるようにしてるんですよ。で、前までは各部位週に1回がいいって北島先生言ってたんで、各部位週に1回しかやんなかったんだけど、最近のなんか研究とかだとナチュラルは週に2回やる方がいいと、まあ、それも一概には言えないんだけど、人によっては週に1回でとことん追い込めば、セット数重ねればそれで十分だと、もうボリュームが大事だと。だけど、まあ僕なんか、まあ、中級者レベルの人間は、まあ、週に1回でまとめてやるよりかは週に2回に分けてトータルのボリュームを増やした方がいいと思って、だいたい週に2回回すようにしてたんですよね。そうしたらですね、2ヶ月半しか経ってないんだけど、結構ね、でかくなってきたんですよ。なので、多分、僕のね、聞かせ方が悪い。まだまだね、もう、へなちょこなんで、聞かせ方が悪いせいで、少ないセット数ででかくならなかっただけかもわかんないんだけど、まあ、とりあえずセット数を増やしたら、もうボリュームをね、2倍、3倍ぐらいに増やしたら、でかくなってきたし、重量も上がるようになってきたんですよ。だから、ベンチプレスさっきも90キロで8回やれたんですよね。で、僕の全盛期って大学生の頃、23歳ぐらいの時に、まあ、ベンチプレスマックスで115ぐらい上がったんですよね。で、多分今やれば110上がると思うんだけど、このペースで頑張ればね、その夢の120キロ上がるかもわかんない。うん。なので、今47歳なんだけど、まあ、23歳の時の僕のね、ピークを47歳で超えるかもわかんないんで、まだまだね、やっぱり、限界には来てないなって、まだまだ伸びしろあるなって思ってね、頑張ってるんですよね。あとはね、よくこのね、チャンネルでもコメント欄で言われるんだけど、この腹筋が割れてないって言われてて、腹筋もね、今まであんまりやってなかったんですよ。なんかベンチプレスとかスクワットやれば腹筋鍛えられるって結構言われてたんで、北島先生とかも。だけどね、やっぱりね、腹筋ちゃんとクランチとかやった方が腹筋発達するようになったんで、腹筋もねやるようにしてますね。まあ、という感じでですね、こういう感じでどうですか、このボディババババッとでしょっていう感じでやってるんだけどね、まあ、このホームジムでね筋トレするときはね、ご覧の通り、その YouTube をねテレビで流して、モチベーション上がるように筋トレ動画とかをね流してやってますね。そうすると、まあ、ジムで筋トレしてるときみたいに結構ねアドレナリン出るんですよ。ジム行くとごつい、まあ、でかい人たちがガンガン筋トレ追い込んでて、で音楽もガンガン流れててモチベーション上がるじゃないですか。家にいるとなかなかモチベーション上がらないんだけど、ご覧の通りね、テレビで YouTube で筋トレ動画流すとね、結構ねモチベーション上がりますね。はい、っていう感じでねやってる、はい、まあ、近況報告で、ございました。はい、ということでね、また筋トレのね成果のねご報告をいたしますんで、はい、ということで、いってらっしゃい。